ション性が結構あるね。デザインもいいね。これを持ち上げてかぶせる。万歳状態でかぶせる。で下まで。おおいいじゃん。なるほどね。ああ、ホヤ部分もまあ少しはねクッション性があるから、まあ多少はねショックに対していいかな。うん、使うときは外して、で、調節して、足がね開きすぎないようにね、これでいいかな。こういうケースかな、ケースか。こういうのいいんじゃないかな。こういうのあった方が使いやすそうだな。こうしてもいいか。なるほど。これぐらいかな。ちょっと確認しようかな。これぐらい。35かな。35。結構いけるね。これいけるんだ。全然ありだな。ちょっとロストロがグラグラしちゃうけど、まあ、こういうことでも全然いけるんだ。はあ、キャンプファイヤーできるじゃん。いいね。今回は焚き火マッチ、こっちの方ねでやってみましょう。新しく買ったやつ、20本入りだからね、ファイヤーライターズと似てるけどね、8分間燃えるんだって。で、おお、あ、いいねこれ。1本ずつ切れてるんだ。あ
イヤライターズみたいにバキバキやんなくていい。へえ。じゃあちょっとやっていこうかな。この辺に置いていきます。こうかな、こうのこうのこう、いやこうだな、こうやってみようかな。消えた。あるあるだね。これテイク2です。まあ、ファイアライターズもよくあるんだけどね。消えやすくないこれ。ちょっと消えやすい気がする。ちょっと東京パイプさんに悪いんだけどさ。たまたまかな、たまたまだと思うけどね。2本はダメでした。ちょっといつものこれ、セリアのココナッツファイバー110円。なんか結局こういうやり方になる傾向が強いかな。料理しようかな。面白いんだよね。これ好きな人は好きだよ。好きな人は好きだよね。
る人にはわかるよね。わからなくてもいいんだけどさ。これね、切ると楽なんですよ。よし。よし。2つぐらいは残しといて、キクラゲ野菜ミックス。こんなこといいんだよね。多少ね、味付けするけどね。しない。ほとんどしない。で、軽くかけて、これ美味しいんだよね。うん、うまい。もう少しだけ炒めると美味しい。まあ一応口頭でも感想をまとめておくと、そうだね、やっぱこう火床が広いんで、薪を縦横自由に食えられるっていうのは
まあ、今までのスマートグリル V 型キャプテンスタグの同じシリーズの商品だけど、あれよりもはるかに、まあ、焚き火は楽しめるよね。反面デメリットっていうと、そうだね、あのピラミッド型焚き火台に比べると横風に対してね、やっぱり影響を受けやすいよね。あの風防のようなものが低いしね、あと こっち側はまだ良くてもね、こっち側は特に低いしね、あと通気性もあんまり良くないかな。あのピラミッド型だと下から入ってくるからね、これ下からは入ってこないからね、まあ、そういうとこを考えると、まあ、ピラミッド型の方がね、あの焚き火の楽しさ自体はね満喫しやすいかなと思うけど、まあ反面これ撤収が早いよね、準備もね折るだけだし、まあ、そこはこっちの方が有利だよね。まあ一応一旦あるんでね、あのどれが一番いいなんていうことはもちろんないんですけど、うん、まあ設営撤収の楽さを考えるとね、今後これちょっと使っていこうかなっていう感じかな。まあ良かったと思います。ちょっと曲がったぐらいかな。熱っ。あ、ここは焼けたね。やはりね、焼けたね。外れた。こうやれば簡単だからね。まあいいんじゃないかな。突然ですが、意味がわからない人がいると思うので猿に代わって解説します。焚き火台の形に正解はないので、人によって好みが分かれて当然ですが、猿の場合は個人的に焚き火の炎の形に妙な執着があります。地面に薪を円錐型にくべて燃えるのを眺めると一番うっとりするのですが、この野営地は芝生が綺麗なので環境保護の観点から直火は控えてます。薪を円錐型にくべやすい焚き火台といえばコールマンのファイアディスクがそうですが、メッシュ焚き火台やピラミッド型焚き火台も同様の炎が楽しめます。ただしファイアディスクは収納時に思った以上にかさばるし、メッシュ焚き火台やピラミッド型は組み立てや撤収に多少ですが手間がかかります。そこでV 型焚き火台のようなさっと準備できて片付けも手早くできて、なおかつ収納がコンパクトになる焚き火台を探していました。ただし V 型焚き火台といえば通常はこの形です。薪を投入する部分が V 字型になっているので薪を横に寝かした状態で並べておくことになります。そうするとメッシュ焚き火台などに比べて必ずしも通気性が良好ではないので、深くくぼんだ部分で薪が燃えくすんだりします。また合わせて燃えた灰が底の部分に固まってたまるため、その部分の通気性はさらに悪化します。ロストルもないため薪を途中で動かしてやらなければ不完全燃焼のまま沈下という事態もありえます。キコグリル型の焚き火台の場合も同様に課題があります。火床が長方形なので長辺方向には薪を置きやすいのですが、
3点方向に並べるのは短く切らないと無理です。またひどこが緩く湾曲している程度なので、小枝や枯葉などを燃やすと横からこぼれてきたりします。この点もいまいち気持ち悪い状況です。こうした点を考慮した時に、火床が正方形で一辺が 35cm 以上あって中心部分が深くなっているものがあれば、円錐型の焚き火が楽しみやすいのです。これが今回猿がこの焚き火台に一目惚れした理由です。長文になってしまいすみませんでした。